播磨平定後、信長に覚悟の甘さを断じられた光秀が、信長と戦を共にすることはなくなっていた。また光喜も信長との口論の末行方をくらませる。織田家中にはいつになく重い空気が立ち込めていた。その最中、徳川家で謀反騒動が勃発。その騒動の糸を引いていた首謀者が桃地三太夫であると判明する。徳川家に仕える服部半蔵から報告を受けた光秀は、桃地率いる伊賀人団を討滅すべく出陣するのだった。伊賀の乱。やはり半蔵殿に相談したのは妥当でしたな。桃地め、なぜ織田をかき乱すような真似を。先行して伊賀の里に潜られた半蔵殿がいかな法をつかむか。殿。ああ、すまない、少しほうけていたようだ。まったく、総大将がこれでは下に示しがつきませぬ。どうか気を抜かれますな。俺は惑ってなどいない。この戦で桃地を倒し、必ずや証明せねば。鎌倉は魔王の懐にいらぬか、信長。誓いを果たす。殿、それがしに万事任されよ。年水殿から相談を受け調べてみれば、やはり三太夫の企てであったか。思えば奴は若き自分より花持ちならぬ大の子であった。あの時わしが伊賀を抜けずに勇めておれば、奴との因縁ここで断ち切らねばな。若を苦しめたその罪は必ず。うん、この気配は。黙れ、よくも分かる。戯れはお預けだ。やられたか。また遊ぼうぜ。
桃木は雨乞山城にこもっているようだ。くそ、伊賀人のテレンテクだ。侮ってはならず、敵の急襲には気をつけない。者ども、出撃の支度を急げ。俺の刃から逃れられると思うな。のこのこお出ましか。ちょっと俺と遊んでくれよ。消えたか。急ぎやつを追わねば。そら、お兄さんこちら。承知した。神田夢、我らを誘引し何を企んでおる。開門。伊賀人など恐れるに足りぬ。桃地、逃しはしない。出撃準備を急げ。任されよ。明智が来たぞ。みんな一斉に追いかけよう。奴らの足を止めるのだ。せいや、どうだ。承知。せいや、桃地の入れ知恵か。救んではいられないというのに。火の手が回るのをただ眺めてはいられない。急ぎ止めれば。我ら徳川火星に参りました。まずは丸山城の制圧から。行くぞ平八。開門。家康殿自ら出陣とは。これで一層攻め立てられるだろう。やはり来られたか、若。こうなった以上、三太夫の徳川よりお守りせねばなりゃ。敗北条件変更。開門。お前は必ず俺がこの手で。皆さらに進軍せよ。やれやれ、せっかちなやつだな。お楽しみはこれからだっての。任されよ。承知。ほっ、せっ、とっ、そろ、せっ、開門。徳川だ。一度に栄養飲まされてまだ懲りねえか。運動を渡してやらねえと。任せろ。承知した。承知した。セナの敵、この地で撃たん。みんな奮戦せよ。またも賭けを仕掛けるか。なんとか防がねば。ほら、早くここまで来てみろよ。任されよ。
承知。攻撃は止んだ。先を急ぐぞ。お待たせいたしました、光秀様。我らも共に戦います。砦を制圧する。手向かう者は残らず排除せよ。今だ、かかれ。傘に打たれては進軍ままならぬ。指揮する者を残らず倒さねば。信長はいつでも俺の思考を見通していた。だが俺はどうだ。信長の胸中をただひとたびでも真に理解し寄り添えたことがあったのであろうか。後ろを浮かせ。殿を炎で苦しめるとはなんと姑息な。おもち、貴様は断じて許せぬ。平凡だ野郎ども、明智を袋のネズミにしてやれ。承知。ほい、そろってら造園承知。を指揮して面倒ごとになる前に倒す必要があるか。これで先に進めよう。叶いは。なかなかしぶといじゃねえか。ならここいらで新顔の大人に拝見といくか。やってやるさ。俺はもう織田のもんじゃねえからな。開門。そりゃせいや。そろそりゃせいや。そりゃせいや。承知した。このバカ野郎が。三月、無事だったのか。しかしなぜ桃地のもとへ。我らの道のため果てよ。任されよ。承知。三代、貴様の思惑通りにはさせぬわ。造園がやられた。明智め、想像以上にやるな。これは織田を、信長を倒す。父を殺したあいつは、俺は許さねえ。劇場に駆られやがって。目覚ませ三月。狙うは家康の首。みんな出撃に備えよ。どうや。うがち抜く。やつら何を企んでおる。誰が織田に戻るもんかよ。これはもう決めたんだからな。任せろ。承知した。三月、まだ迷いがあるのか。開門。三月、お前が揺さぶられてどうする。承知。いや、なら次の手はあれでいくか。忍術とは心の隙間につけ込む。惑いを抱えし者は奴らにとって格好の的よ。うっ。武装の刃、すべては破壊のために。邪魔だ、ほふってくれるわ。
肩慣らしにもならぬ。うん、フルはなんだか上々の戦果、あなたならば当然か。無事を受かせ、無事を受かせ。バカのお命任せ、奪わせはせぬわ。明智は勢いを増している。この機に乗じて我らも攻勢に転じるぞ。阻めるものか。叶う相手ではなかったか。ここまでたどり着いた褒美をやろう。感動に打ち震えるがいいぞ。鹿之助、長政殿、二人がなぜここに。騙されるものか。あれは桃地が生んだ幻。惑うな、切り捨てろ。今さら悔やんでも失った命は戻らぬ。虫ずが走るんだよ。いかな犠牲を払おうと正しきを貫く。あの日覚悟を決めたはずであったのに。信長、やはりあなたの言う通り、俺の刃はひどくなまっていたようだ。ここまで来ちまったか。仕方ねえ、俺自ら決着をつけてやる。開門。非常に徹しきれねえやつが。無理すんな。ああ、生倉刀の光秀さんよ。なまった刃は再び研いでみせる。桃地、返してみる。貴様を倒した後にな。打ち死に。全て壊そう。全て壊そう。信長の愛に先にあるの希望じゃねえ、破滅だ。よく覚えときよ。打ち死に。信長の先に待つのは破滅か。なれど俺は歩み続けねばならない。今度こそ俺の正しきを貫くために、今俺がなすべきこととは。瀬名や信康も浮かばれるだろうか。さあな、それはこれからの竹千代次第だろう。瀬名姫様のためにも張り切っていこうぜ。そうだな。しかし未だ謎は消えぬ。なぜ三月が桃地と共に。そなたはどう見る、和氏。バカの考え、俺には分かりかねますね。では俺は主の元へ戻ります。和氏も三月を案じているようだな。古き仲だ、無理もあるまい。そうか、俺にはそうは見えなかったが。しかし若、水を差すようで恐縮ですが、あの三太夫がこれで終わるとは。
わしにはどうにも。俺も半蔵殿と同意見だ。奴の執念からは危機迫るものを感じた。油断は禁物だろう。そうですね。引き続き警戒は怠らないようにします。では我らもこれにて。行くぞ利光。俺たちも止まってはいられない。今俺がなすべきこと、この手で必ず見出さねば。